RMK のラスティングジェルクリーミーファンデーション。ジェルの透明感とクリームのしっとりしたカバー力をいいとこ取りした最強のファンデって感じだった。成分もヒアルロン酸とかの美容成分があるおかげで肌が疲れたりすることもなかったです。少し固めのこってりテクスチャーだったけど伸びも良かった。仕上がりは色気のある大人なツヤ肌って感じで大満足です。乾燥が気になる季節でも乾燥せず崩れることもなく保ってくれました。保湿力が高めだからベトベトするかなって思ってたけどベトベト感もなくて全然不快じゃなかった。とても軽くて滑らかな塗り心地で小鼻の黒ずみも綺麗に隠してくれました。久々にマットファンデを使用しましたが乾燥しないところにまずびっくりしました。時間が経っても全然よれないしカバー力があるのに厚塗り感もなかった。厚生コスメニエンスのメイクキーププライマー、肌のテカリを防いでさらっとした美肌をキープしてくれます。汗にも皮脂にも乾燥にも強く脂性肌の私でも皮脂崩れがなかったです。メイクの前にさっと塗るだけでここまでキープ力が上がるのは神すぎました。半透明でベージュっぽい色味なのでファンデの邪魔にもならずいい感じでした。とっても軽いつけ心地に大満足です。顔は良くても鼻周りの化粧崩れがとても目立ち、その度に直したり人の目を気にするのが嫌で購入しました。正直これだけで落ちないとか信じれなかったし期待してなかったけど見事なまでに落ちなかったです。自分が脂性肌ということもあり T ゾーンのテカリは少し気になりましたが総合的には大満足の下地でした。リリミューのインザミラーアイパレット、ピンク系のアイシャドウを使ってみたいアラフォー私、こちらは年齢問わず使える、若くなりすぎない目元になれるとのことで購入しました。使ってみた感じ確かに大人ピンクな目元になり、友人からは若返ったし似合ってるって言われました。勇気を出して使ってみてよかった。付属のチップで十分綺麗にメイクできましたよ。03番のウィンターグレーが本当に透明感出て垢抜けてびっくりしました。抜け感のあるグレイッシュブラウンでかっこいいけど柔らかい印象の目元になりました。粉質も発色も全然問題ないし、ちょうどよく色が乗る感じが最高でした。どれも肌なじみのいいカラーばかりで、これは使いどころないなって色がなかったです。ブラシとチップがついているので、アイホールにも塗りやすくメイクがはかどりました。MAC の化粧下地、一塗りで肌に密着し、肌がパッと明るく見えるファンデーションでした。自然にトーンアップをし、肌の血色感も損なわれなかったので、塗ってる感なく綺麗になりました。年中こちらを使っていますが、肌の乾燥も気にならないし、かといってしっとりしすぎるわけでもない。絶妙にバランスがいい下地なので、誰でも使えるんじゃないかなと思いました。敏感肌かつ乾燥肌ですが、塗った感じもベタベタではなく、しっとりとサラサラの中間くらい。夏にこちらを使ってみましたが、全然崩れることもなかったです。セザンヌの崩れ防止下地をさらに高機能にした感じの使い心地でした。本当に全然落ちなかった。トーンアップするけど変な白浮きもない。値段が高いってのが欠点ですが、それ以外は完璧でした。カバー力も程よくあって、内側から潤ってるようなみずみずしい肌に感動しました。コスメデコルテのアイグロウジェムスキンシャドウ。単色なんだけど、まぶたに溶け込むようにフィットしてキラキラと美しい目元になりました。ツヤ感のグローと温かみのある上品なマットの2種類の質感から選べます。50歳になりましたが、こちらのアイシャドウはなんと4個目を買うくらい気に入っていて、自分の美意識、美容のモチベーションを取り戻してくれたコスメです。出会えてよかった。小田切ヒロさんの YouTube を見て最近購入しました。今まで使ったことのないムースのような質感でした。粉っぽくなくて使いにくそうだなと思っていましたが、あまりの使いやすさと仕上がりに感動しました。粉ではないので粉飛びも絶対しないし、密着度も非常に高くよれることがなかったです。安っぽいキラキラ感じゃなくて上品なキラキラというか、それが本当に自分に合っててよかったです。おばさんでギラッギラでも若い子に惹かれそうだから、これくらいがほんとちょうどいいのよ。カネボウのデザイニングカラーリクイド、すっごい肌になじみ乾燥しない美容液タイプのコンシーラーです。テクスチャーが非常に柔らかく、カバー力もしっかりありました。
潤いも長時間持続してくれるので、乾燥してカサカサになるってこともなく一日綺麗でした。クマ隠しに使用していますが、皮膚の薄い敏感な部分でもダメージを与えることなくカバーできてます。少しずつ重ねても厚塗り感がなく、コンシーラー特有のモロモロ感もなくて、ファンデの邪魔にもならなかった。色の種類も多いので、クマの色に合わせて買ったりするとより効果が感じられるかもしれないですね。クレドのボワールルミヌ、美白化粧下地で抜けるように明るい肌になりました。テクスチャーがみずみずしくてサラサラした液でした。肌なじみが非常に良くて透明感が出ました。薄膜なのでメイクをしているという感覚がなく、落とした後の肌の質感にびっくりしました。クレドの下地の成分がいいのか、全然疲れていないし、いつもよりツヤがあって白い肌になりました。保湿力よし、ツヤ感よし、毛穴のカバー力よし、化粧持ちよしの最強下地でした。美白成分のおかげか、透明感のあるナチュラルなツヤ肌になりました。これにコンシーラーとパウダーで仕上げています。ファンデはもういらない。リエンダのアイシャドウ、発色と粉質がとても良くて3色も購入しちゃったアイシャドウです。ラメがとても細かくて、とにかく密着度がすごい。盛りなしで1日化粧直しいらないです。とても発色がいいので、塗りすぎるとすっごいケバい人になっちゃうってとこは注意です。05番の配色がドストライクすぎて購入しましたが、長時間外出した日でも化粧直しいらなかった。崩れても崩れ方が超綺麗で、イエベの私でも全然浮くことなく肌色になじみました。シュウエムラのリキッドファンデーション、素肌がそのまま綺麗になりました。塗った時の重たさが全然ないのに、カバー力があまりにも良くてびっくりしました。気になってたシミや毛穴も目立ちにくくなり、とにかく満足できる仕上がりでした。薄付きなのにカバー力も高く、乾燥も全然しなかったです。マットすぎないちょうどいい自然なツヤ感があって、健康的な肌に見えました。プッシュ式なところも使いやすくて非常に良かったです。冬はやっぱりリキッドファンデーションに限りますね。マスクにもつきにくくて良かったです。レブロンのカラーステイロングウェアメイクアップ、24時間落ちないファンデに惹かれて購入しました。リニューアル発売とのことで、新たにスキンケア効果が追加されたそうです。使ってみた感じは確かに全く落ちず、カバー力もとても高かったです。セミマットな仕上がりでムラなく伸びました。もう何年も使い続けていて、何本目なのか分かりません。このファンデはとにかく崩れにくさがピカイチで、塗り心地は少し重いので、スポンジやパフでポンポン伸ばしていくとさらに綺麗に仕上がりました。ワンプッシュでも少し多いくらいなので、半プッシュくらいから試してみるといいかもしれません。アンドビーのマットプライマー、皮脂や汗に強くてテカリを抑えてくれる化粧下地です。肌の内側にしっかり水分を保ちながらも、肌の表面はサラサラした質感になりました。ノーファンデでも十分なくらい綺麗でしたが、しっかり保湿をしないとパサつきました。脂性肌の人や汗をかきやすい人に最適な下地かもです。非常にサラサラした質感の下地で、炎天下でも全然崩れなくてびっくりしました。冬向きではないと思うので、夏専用で使ってます。ヒロインメイクのマイクロマスカラアドバンストフィルム、細部まで塗りやすい極細ブラシのマスカラです。このマスカラはとにかくブラシ部分が細くて、不器用な私でも綺麗に塗ることができました。ブラシが細いおかげもあって、短めのまつげでも綺麗にしっかり塗ることができて、キープ力もバッチリ。上まつげにはもちろんですが、下まつげの塗りやすさには感動しました。全体的にまつげがボリュームアップした感じです。ムラなく塗れて綺麗な目元になりました。クラランスのコンフォートリップオイルインテンス、高発色でスキンケア成分があるリップです。飲食してもうっすらと色が残っていて、全部取れるわけではなかったとこに感動しました。色持ちがいいのに全然乾燥しないし荒れないという、肌にも優しいリップです。落とした後に唇の皮ガサガサとか、落とす時に色が全然落ちないとかの問題もなかった。重ねれば重ねるほど色が濃くなりますが、重ね塗りしても全然荒れない点に感動しました。リプモン買うならちょっと背伸びしてこっち買った方がいいと思う。オイルってこともあり、塗り心地も最高でした。ヒロインメイクのプライムリキッドアイライナー、超耐久力があるアイライナーということで買いました。
ウォータープルーフ仕様なので汗などにも強い、耐久力が高いと塗り心地の悪さが目立ったりするかなと思ってたけど、滑らかで一気に引けました。それなのにぬるま湯でさっと落とせるから髪非常に描きやすく、こすっても全然消えないアイライナーでした。あまりにも落ちないのでメイク初心者にはおすすめできないです。失敗したら落とすのに時間かかるから。コスメデコルテの全ウェアフルイド、肌に均一に伸びて広がるのでムラがなく綺麗な仕上がりでした。毛穴や赤み、シミや凹凸もしっかり隠し、自然に綺麗な肌になりました。時間が経つごとに肌に馴染み、どんどん綺麗になっていく経過が最高でした。数時間後にびっくりするファンデです。ファンプッシュでも余るくらいの伸びのいいカバー力のあるファンデでした。使う下地によっては少しかさつく時はありましたが、調子がいい時は夜まで全く崩れませんでした。カバー力がありながら肌も疲れず崩れない重たくないファンデーションを探していました。こちらが条件に合ってそうだったので購入しましたが、期待以上に良くてびっくりしました。さすがコスデコ、こちらを使うと夜までしっとりするし、粉吹きもなかった。途中で割れてくることもない丈夫なファンデでした。ローラメルシエのキャビアスティックアイカラー、スティック型のアイシャドウが気になったため購入しました。使う前はこれどうやって使うの？といまいちパッとしないコスメでしたが、クレヨンのような柔らかい描き心地で目元にしっかりフィットしました。コスメポーチに入れてもかさばらない点もいい。ペンシルタイプなのでブラシがなくても綺麗な目元を作れました。良すぎて3本目の購入です。涙袋にも使え、ちょうどいいキラキラと主張しすぎない質感が最高でした。発色も良くラメ感も最高で、夕方まで全然落ちず、どの点においても万能なアイシャドウでした。ケイトのデザイニングアイブロウ、自然な眉を作れる最強のアイブロウパウダーですね。これは永遠リピしたい。誰でも手に取りやすい価格帯のコスメですが、毎日使う使用頻度で使用感も大満足です。ペンシルで眉の縁を取った後、こちらのパウダーでぼかすように間を埋めていくと本物の眉ができます。発色も粉質も良く、ブラシ付きなのでこれ一つで完結しちゃう点も良かったです。肝心のブラシも使いやすく長持ちしやすいアイブロウでした。商品自体もとても小さいので持ち運びアイテムとしても最適でしたよ。バッグにポイッと入れれるサイズ感でした。クレドの化粧下地、おすすめのコスメない？って言われたら自信を持って押せるコスメです。塗った時の肌なじみが段違いで最高で、小鼻の毛穴も綺麗にカバーしてくれました。少量でも伸びがいいからコスパもいいし、少量なのにしっかりカバーされて見違えるほど綺麗になった。時間が経ってもずっと綺麗な肌、本当に実力のあるコスメだと思いました。下地はこれ一番でしょ。数々の美容 YouTuber さんがおすすめしていた下地、高いけど今年1年頑張ったご褒美として購入しました。なんかこれ塗るだけで自信湧くし、自然にトーンアップしてくれるのでくすみが根こそぎ飛びました。商品自体の見た目の高級感もいいし、使用感も乾燥せずでハイカバーだったので最高です。これに手を出しちゃうともう他の使えないってくらいいい下地でした。化粧の仕上がりが最高です。しっとり感、伸び、カバー力、化粧のり、化粧持ち、全てにおいて完璧でした。ジバンシーのルースパウダー、密着力が優秀で崩れ知らずのパウダーです。リフコのような厚みゼロ感なので、パウダーで顔が大きく見えるということがありません。グロー系パウダーですが、パール感やギラギラ感がなく綺麗なツヤを作ってくれます。ティッシュオフ、パウダーをつけるとさらっと見える綺麗な肌が復活、美人度を上げてくれるパウダーです。サラサラになるしテカリも抑えてくれるけど乾燥しない。お粉はしっとり、粒子細かい消える系パウダー、毛穴はソフトに隠してくれるし、カラーパウダーの効果なのか透明感上がります。ブラシでふわっとまとうとファンデのツヤ感残してくれる自然な仕上がり、使いやすいです。肌の色を自然にワントーンアップさせてくれるので透明感を出したい時に使用しています。アプリのフィルターをかけたような美肌になります。表面はサラサラなのに内側は潤っている不思議な感覚。ディオールのアイシャドウ、美しい発色で眼差しをドレスアップしてくれるアイシャドウです。粉と表現していいのか
赤ちゃんのほっぺたというのが近いのか、とてもソフトな質感でした。発色がいいのですが主張が強すぎないので、きちんと上品なメイクをしているのが伝わります。4色全部可愛いし、捨て色なんて多分どのパレット買ってもないだろうなと思います。お店等の照明ではキラツヤ加減が本当に綺麗で惚れ惚れします。仕上がりが夜までキープされるのも素敵。上品かつ抜け感のある優しい発色なので、特別な日はもちろんデイリーでも浮かずに大活躍しています。ホリデーの特別さプラスデイリーの使いやすさのバランスが個人的に最高でした。キャンメイクのラスティングマルチアイベース WP を下地に使うと、これがもう本当に落ちない。543は使いやすさとアレンジを兼ね備えたパレットなので、イエベさんは買って損なしのパレットです。資生堂のリキッドファンデーション、一日中ツヤ肌が続いて綺麗にカバーしてくれました。美容液のようなサラサラした質感のファンデで、毛穴のデコボコも全然目立たなくなりました。がっつりツヤツヤになるというよりかは、程よいツヤ感のある自然な肌になりました。肌が疲れにくいのか、翌朝の肌の調子もめっちゃ良くてびっくりしました。薄付きですが、濃いメイクがそこまで好きではない自分にとってはとてもいい感じでした。私は仕上げにナーズのリフクを使用していますが、ツヤ感がちょうど良くなって組み合わせ完璧です。ハンプッシュで肌がカバーされたので、コスパ面でも非常にいいなと思いました。自然に肌が綺麗になりました。塗り心地がとにかくいいし、肌の負担も全然なかったです。セザンヌの超細身アイブロウ、 0.9mm の超細身なので、眉尻も繊細に描けます。眉毛を一本一本描き足す感覚で使えて、こちらのアイブロウは本当に使いやすいです。せっかく仕上げたお気に入りの眉尻がいつの間にか消えているということもないです。でもメイクを落とす時にはさっと落ちます。大満足の商品です。眉毛を描くのが苦手ですが、こちらは細かい修正も効くので失敗という仕上がりになったことはありません。かなり細身なのに発色もよく消えにくいので、そこも推しポイント。どんな髪色にしても浮かずに似合います。細身な分すぐになくなってしまいますが、それでも全然コスパがいいと思うので気になりません。毛が足りないところに新たに描いても全然浮かず馴染むので、ペンシルはこれで十分です。自然な仕上がりで気に入ってます。カラーも豊富で、この価格なら持ってて損はないと思います。クレドのハイライト、表情を美しく際立たせてくれて目を引きつけてくれます。21番は自然で上品な仕上がりで、肌をきれいに見せてくれる配色だと思います。少量をブラシに取り C ゾーンに入れると自然なツヤが生まれて肌がきれいに見えます。仕上がりが美しすぎてテンションが上がってしまい、入れすぎてしまうとキラッキラになるのでそこだけ注意。くぼみが気になる目頭、目の下にさっとのせると自然にふっくら感ができて、それだけでも印象が変わります。こちらが一番自分の肌に合っていて、透明感や立体感などトータルで綺麗に表現できていると思いました。付属のブラシも優秀で、不器用な私でも繊細に均一に肌にのせてくれます。朝塗って夜まで透明感が持続、わざとらしさやテカリ感がないのに白く光るので、元から肌が綺麗な人のよう。このデクラは見た目、クオリティ、こなし質、仕上がり全てのバランスが格段優れていると思います。デジャビのラッシュアップ、細いまつげや短いまつげにも液がしっかり絡んで地まつげを際立てます。ブラシの毛自体が短めなので、塗っている最中下まぶたにマスカラ液が間違ってつくこともなく感動です。フィルムタイプで長時間つけてもしっかり落ちずにキープしてくれました。初めて下まつげの存在感を出してくれるマスカラに出会えました。下まつげが薄くて悩んでいる方におすすめ。コームが短いから最初は不安でしたが、使ってみるとちゃんとまつげキャッチして綺麗に塗れます。目頭のまつげが短いので何度か塗って長さを出しても綺麗な仕上がりです。普通のマスカラだと根元に塗って乾いたカスが目に入ってしまうことが多いですが、これは全くなし。綺麗に伸びてネーミングのように、まるでつけまつげのような仕上がりになりました。液がたっぷりなのに乾くのが早いから、まぶたに液がつくこともないし、使いやすいマスカラでした。エリクシールのアイクリーム、純粋レチノールが配合されていてふっくらした肌になります。肌への密着力、肌をほぐす力、
実際のシワへの効果、どれをとっても今回のエリクシールが一番です。保湿力も向上し、乾燥シーズンでも朝塗っておけば夕方の小じわ目立ちが気になりません。塗って寝た次の日には目元が特にふっくらしていて、目元のちりめんシワが改善されました。使用し続けて約1ヶ月になりましたが、根元のシワは抜群に薄くなり改善が見られています。シワが増えたのが感じられず、シミ予防のための日焼け止めと同じでシワ予防には効果ありと実感しています。オルビスのエッセンスインヘアミルク、髪の潤いをキープしてくれるヘアミルクです。劇的なストレートにまではさすがになりませんが、髪がツヤめいたままストンとまとまってます。朝の忙しい時間帯の髪のお手入れがとても楽になり、ほんと助かってます。数年ぶりに天使の輪もできました。つけすぎたかもと思ってもベタつきが一切なく、乾かした髪のサラサラな感触と指通りの良さににんまり、しっとりというよりスルンツルンという感じです。このお値段でこのパフォーマンス、恐れ入りました。パヤパヤ毛がなかったかのように落ち着き、スルンと綺麗にまとまりました。雨の日でも綺麗にまとまります。サボンのフェイスポリッシャーコンフォーティングローズ、角質や毛穴汚れを取り除き、肌も潤います。本当にしっとりで滑らかに吸い付くような仕上がりが最高でした。スクラブ特有の汚れ落ちも感じられます。使い始めて3回目だけど、毛穴汚れへのアプローチを感じます。角栓ごっそり浮きというくらい汚れが落ちた。朝洗顔として使用すると化粧のりが良くなるので、気合を入れたい日には使いたいアイテムです。他のシリーズと比較して保湿成分多めなので、乾燥が気になる方におすすめです。スクラブなのに当たりが柔らかくて、ずっとくるくるなじませていても肌が傷つくような感じではないです。ロム&の眉マスカラ、地眉となじみが良いので自然にカラーチェンジができる眉マスカラです。濃いめ、毛質固め、存在感ありの眉毛を垢抜けたふんわり眉毛にしてくれます。眉の存在感を薄めてくれるのに、顔を立体的におしゃれに演出してくれます。こんなアイテムを探してました。黒い眉毛にもしっかり色がついて、肌につかないしすぐ乾きます。毛束がコーティングされていて、上から指でこすっても落ちない、すごいです。チューブ式なので最後まで液が使い切れるところが工夫されていていいですね。ディオールのアイシャドウ、ナチュラルな目元にも陰影をしっかりつけたい時にもおすすめです。とにかく発色がいいです。左上に配置してあるプライマーもファンデがよれることなく肌になじみます。肌色に近く見えそうな色味もベースカラーとしてきちんと発色します。ローズウッドはブルベ肌の人がつけると顔色がよく見える色ばかりで、元気そうとよく言われます。シルバーは全色クールトーンですが、組み合わせは無限大、ギラギラせず上品な発色です。アイシーカラーとダークカラーのコントラストが素敵、冬のきらめきや美しさを詰め込んだようです。ブラックにはブルー、シルバーのパールがきらめいてました。これがまた美しかった。9色すべてステイロなし、このパレット一つでなんと6720通りのメイクが楽しめます。左上は美容成分配合のプライマーになっていて、まぶたの色ムラを補正してくれます。マキアージュの化粧下地、テカリとかさつきを防止し、スキンケアまでできる下地です。肌なじみがいいので全く白浮きしませんでした。程よくトーンアップされてよかったです。頬や鼻がつるんとなって毛穴が目立ってない、肌がすごく綺麗に見えて感動しました。長時間経っても崩れにくかったです。化粧持ち抜群です。乾燥も気にならなくてよかったです。水っぽいテクスチャーで乳液を塗るような感覚で塗れます。乾燥を感じないツヤ肌になるのにベタつきはなし、トーンアップしてツヤ肌に見せてくれるので多少のシミは気にならない気がします。グリシルグリシンが入っているので毛穴を目立たなくしつつ、毛穴のスキンケアができるところもお気に入り。ベタつかないでサラサラになるし、何よりもともとから肌が綺麗ですよって思えるような肌感になる。夕方はやっぱりテカるけど、ティッシュオフすればまたすべすべ肌に元通り。アンプリチュードのアイシャドウ、計算された色味と質感で重ねるほど透明感が生まれます。本当に繊細なラメがチラチラしてて、もうため息が出るほどめちゃくちゃ綺麗。これはほんのり細かいラメだから、すんごい綺麗にまぶたを彩ってくれる。ここまで透け感がある粉質ってなかなかない。
推しポイントは夜まで変色なく同じカラーで止まってくれること。クリームベースはサラサラしていてペタペタもなしなので二重線も綺麗なままです。本当に控えめで薄付きで、それでいて不思議な華やかさと奥行きが感じられます。ヒロインメイクのマスカラリムーバー、さっとマスカラに馴染んでオフできてケアもできるリムーバーです。塗った途端落ちてくるので即パンダになります。でもそれくらいよく落ちる。スルンと落ちてくれるので頑固なウォータープルーフマスカラでもストレスを感じません。落ちにくいマスカラでもこのリムーバーを使えばこすらず綺麗に取れるのでとても助かります。もっと早くこれに出会っていればクレンジングでまつげが抜けたりすることもなかったのにと思いました。まつげにもいいし、格段にメイク落としが楽、時短になったのでなくてはならないアイテムです。コスメデコルテのアイシャドウ、一色でも立体グラデーションを作れるアイシャドウです。ラメがたくさん入ってても粉じゃないので飛ばずにしっかりステイしてくれてるし、時間経っても綺麗が続く。手で簡単につけれるし、色目によっては手持ちのアイシャドウのベースにもなるし、単色でも十分可愛い。まぶたに広げてもスムーズに伸びるので二重幅にたまりませんし、グラデーションつけやすいです。キラキラしていて動きに合わせて綺麗に見えます。派手すぎない可愛さ。時間のない時は濃さを調整すれば単色使いでもなんとかなる感じも、使いやすくていいです。ビセの粘膜フェイクルージュ、粘膜のようなむっちりとした色とツヤのある唇が長時間続きました。とても魅力的なルージュです。唇荒れも色の悪目立ちもしないから普段使いにぴったり。塗り心地はスルスル滑らかでストレスなく心地よく、香りも無香料です。化粧品特有の匂いはなく万人に使いやすい印象です。2度塗りしてから60秒待ってティッシュオフすると自然になるし、マスクにもつきにくくなるのでおすすめ。色持ちも普通に塗るより長持ちしたように感じました。透け感があるので重ねても塗りました感が出にくく主張しすぎないです。よくケイトのリップモンスターと比較されていますが、こちらの方が色持ちは悪いもののムラなく落ちる。塗り直した時の色ムラの不快感がないのがいいところですね。 B アイドルのツヤプルリップ R、 一塗りで透き通った唇、重ね塗りで色気のある唇になります。なりたい自分を叶えてくれる万能なリップです。ティントじゃないのに色持ちもよく、ティントじゃない分乾燥もしにくい。保湿膜を作るっていう言葉に惹かれ購入しましたが、ここまでプルプルを保ってくれるリップは初めてです。塗り心地も最高。プランプ効果を実感できました。唇のボリュームが増して張りのある唇になった。使い心地は滑らかだし、使用後の乾燥も気にならない。むしろ保湿力の高さのおかげでずっとしっとり。プランプ効果を試してみたい人にはいいかもしれません。ディオールのマキシマイザーと同じ機能に惹かれて購入しました。今ではすっかりお気に入り。気軽に使えて簡単に垢抜ける最強のリップ。透け感のある発色が非常に好みでした。ヘビーローテーションのカラーリングアイブロウ、眉毛の黒色をしっかりとカバー。水、皮脂、こすれに強く長時間落ちにくい処方です。色味を抑えて明るくするので自然でふんわりとした雰囲気に仕上がります。発色がいいから濃いめ眉も色素薄めになる。ニュアンスなカラーチェンジをしてくれるので大好き。カラーバリエーションが12色もあって豊富だから自分の髪色に合うものが絶対見つかります。ブラシは小さすぎたり大きすぎたりしないから塗りやすくて地肌にもつきにくかったです。不器用な人は一度縁でしごいたりティッシュで軽くオフしてから塗ると簡単に塗れます。それなのになかなか色落ちしないし、眉毛がふわっとして見えるからびっくりしました。嫌なパリパリ感もありません。一つ気になったのは発色がいいがゆえに塗り方にムラがあると地眉との差が目立ってしまうところ。もともと地眉が濃い私は時間がない時は使わないようにしています。エチセのアイエディション、つけるほどまつげを長く太く濃くレベルアップするマスカラ下地。強力カールキープ効果がありながらダマにもならない仕上がりです。繊維がたくさん入っていて透明ブラックなのでナチュラルに盛ることができます。特に長さを出したいって人におすすめ。しかもウォータープルーフ処方なのでにじみにくく繊維落ちもしません。美容液成分が配合されているので
簡単にケアできて便利。セパレートコームタイプなのもお気に入り。際部分まで綺麗に塗れて、根元からググッと上げてくれます。マスカラベースにありがちな白っぽくなることがないのも好きなところ。まつげパーマをしていたり、地まつげが長くて多かったりする人はこれ一つで十分だと思います。ただ普通のクレンジングでは落ちづらいです。私はオイルクレンジングでもなかなか落ちなかったので、ポイントメイク落としを使用しなくてはならないのが少し面倒なところですね。セザンヌのノーズ&アイブロウパウダー、一塗りで簡単に彫り深い立体感のある美眉を作れます。皮脂吸着パウダー配合で落ちにくく、ふんわり美眉を1日キープ。ブラシは中くらいの太さなので、一本一本綺麗に眉毛を描きたい人には不向きかも。ですが使いやすく発色いい感じなので、初心者の方や朝時間がない人には特におすすめします。メイク直しに持っていくのにもぴったりです。ブラウン系のカラーの他にもピンク系、パープル系があるので、髪色に合わせて揃えることができますよ。私は黒髪ですが、いい感じに馴染んで自然な垢抜け眉になります。お手頃価格で試しやすいので、眉の印象を変えたい方はぜひ使ってみてほしいです。普段使わないような色も挑戦できます。色味によってはノーズシャドウにもなるのでとても便利です。なかなか落ちないしプチプラで、このクオリティは最高です。サイズもコンパクトなので旅行に持っていくのもおすすめです。リセのビセリシアイブロウパウダー、ふんわり眉と陰影のある鼻筋を自然に出してくれます。美容液成分配合でしっとり柔らかなタッチで伸び広がります。アンニュイな色が多く、初心者の方でも簡単に抜け感を出すことができます。薄いカラーは濃くなった部分をぼかして調整するのに、真ん中のカラーはいつもの眉メイクと変えたい時にニュアンスとして取り入れるのにぴったり。絶妙な色で眉メイクが楽しくなります。暖色味が強いので、血色感を出して可愛らしい雰囲気にしたい方には特におすすめ。意外としっかり色味が出るので、華やかな眉に仕上げることもできます。わざとらしさはなく、自然な眉に仕上がります。ブラシも硬すぎないのに腰があって塗りやすい。太さもちょうどいいです。ケイトのアイブロウパウダーと比べると、ビセは少し粉飛びが気になります。色味が絶妙ですごく可愛い分、そこだけ残念に感じました。肌への密着度と粉質を気にする方にはあまりおすすめしないです。セザンヌのトーンアップアイシャドウ、微細パール配合のスフレ処方でくすみを飛ばし、大きな明るい目元になった。とにかく涙袋が欲しい方や、一重奥二重の方にも最適。ステイロなしアイシャドウでした。ラメが細かく上品で、パッと見使いづらそうな色も肌なじみよく、ゴージャスな印象に。3色ですが、これ一つで十分遊べます。ベース、中間色、締め色が揃っているため、手軽にグラデーションを作ることができました。しかも全部の色にパールが入っていて光を集めてくれるから、目元の暗い印象がなくなります。時間が経ってもくすまないし、さらに涙袋も強調してくれて嬉しい。簡単に好印象な顔を作ることができます。粉質は値段の割にはしっとり、付属のチップよりブラシで塗った方が塗りやすいです。個人的にはパール感が少し強く、粉質が粗いので色持ちが悪いと感じました。長時間メイクする日や外出をする日は、アイシャドウベースを塗り使って定着度を上げて塗った方が使いやすいです。キャンメイクのクリームチーク、潤いたっぷりで、お肌の内側からにじみ出るような発色を味わえます。まるで頬が自然に紅潮したような仕上がりになった。塗った瞬間サラサラとした質感に変わり、乾燥しないで密着してくれます。パールがぎゅうぎゅうに詰め込まれているので、濡れたようなツヤ仕上げ、顔色が自然と明るくフレッシュに見える感じがして好きです。透明感のあるカラーが多く、色持ちもいいです。薄付きにしたいときはフェイスパウダーの前に仕込むと、内側からにじみ出る血色感が自然でとても可愛いです。濃いめにしたいときはクリーム、チークを塗った後にパウダーチークを重ねるといい感じの濃さになるし、持ちも良くなるのでおすすめです。色の調整がしやすいのもいいところかな。色揃え豊富でお値段もお手頃だから、今まで使ったことのない色にも手軽に挑戦できるし、自分に合った色が絶対見つかると思います。
1個難点を挙げるとしたら、指が汚れちゃうところですかね。セザンヌの毛穴レスパウダー、色に頼らず光の力で毛穴をカバーし、素肌感のある肌になった。角膜のようにふんわりとお肌を覆います。皮脂吸着パウダーが余分な皮脂を吸着し、テカリやベタつき、崩れを抑えられた。少しパールが入っているのでマットになりすぎることもなく、セミマットでとても使いやすいです。以前はナーズのパウダーを使用していたけれど、大差なくお肌が綺麗に見え、透明感も出ます。マスクを普段はつけていますが、崩れにくくて大満足です。洗顔料でオフできて肌に優しいのも魅力的です。パフは少し薄めでがっつりとついてしまうことがあるので、ブラシでささっとのせるのをおすすめします。セザンヌのジェルアイライナー、高密着で水、汗、涙、こすれに強く、しっかりキープできました。肌あたりが優しく、スルッと滑らかにかけます。柔らかい芯でウォータープルーフ仕様、しかも夜までちゃんとキープされて、すごくコスパがいい商品だと思います。上まつげの生え際に沿ってラインを引いたり、下まつげの生え際を埋めたり、様々な使い方ができます。ナチュラルな仕上がりになるので、地雷盛りラインを引いても違和感なく盛れます。振り出しすぎても戻すことができるので、ストレスなく使えました。資生堂のスポッツカバーファウンデーション、あざ、シミなどの色や傷跡の状態などに合わせて幅広く使えるファンデーションです。高いカバー力でコンシーラーとして使用することも可能。パウダーを後からはたいても全然浮いてこない。しかも少量で驚くほどカバーされるので全然減りません。お値段も安いのでコスパ抜群。固めなので、私は指の腹でポンポンと少しずつ少しずつなじませるようにしています。そうすると長時間経っても厚塗り感も出ません。しかし多少は時間がかかるので、どうしても隠したい場所だけに使っています。全体用と部分用があるので使い分けできます。間違えないように注意。エクセルのドレープドシマーグロウ、ナチュラルな立体感や透明感のあるツヤを楽しめます。色と輝度が異なるパール配合で、内側から輝いているかのような肌になります。発色の調整もしやすいですし、毛穴や毛穴落ちが目立つこともありません。パールが繊細で細かいので、不自然な印象が全くないにもかかわらず、ちゃんとハイライトの役目はしてくれます。ギラギラが苦手な私もこれなら使いやすいです。付属のブラシの質が良くて柔らかいし、ふんわりとのせることができます。リンメルのショコラスイートアイズ、肌に溶け込むショコラカラーで甘い目元を演出。色を重ねても濁りのない深みのある目元になりました。絶妙なカラー、ギラギラしないラメなので、お出かけの時はもちろん、普段使いにもぴったりでしたよ。粉質がしっとりしていていい感じだし、チョコレートの匂いがしてテンション上がります。締め色やキラキラのラメは絶対欲しいという方も満足できるパレットです。奇抜なカラーもあり、何より色の組み合わせが絶妙で可愛いので、アイメイクが楽しくなります。キャンメイクのプランプリップケアスクラブ、乾燥や古い角質によるカサカサ、くすみのお悩みも、これ一本でお手軽ケア。スクラブはかなりしっかり入っているにもかかわらず、つぶつぶ感はあまりないので、敏感な方でも使いやすい。じんわりスーッとするので心地よいです。潤うし、しっかり保湿されているけれど、皮むけに効果があるのかはまだ実感できず、即効性はないようなので使い続けようと思います。ずっと悩んでいた毎日のあれがだいぶマシになった。毎日のケアにぴったりだと思います。ロージーローザのダブルエンドアイブロウブラシスマッチタイプ、理想の眉毛を描くこだわりのあるブラシです。太いブラシはバシッと形が決まるので、とても時短、幅が割とあるけれど厚みがそんなにないので、簡単に綺麗に色がのる。小さいブラシは一本一本薄いところを埋めて、目尻のラインを整えることができます。ブラシの腰が程よく柔らかく、粉含みが良いので短時間でムラなく描けます。眉毛に時間をかけることができない方、平行眉が好きな方に特におすすめです。涙袋の影や口角も描けるので、これ1本持っておけばかなり役に立つと思います。クラランスのグランアイセラム V、 目元専用の美容液で引き締め効果を期待できるやつです。プチ整形レベルに変わると聞いてこちらを購入しましたが、本当に変わってびっくりした。
夜寝る前に使用すると翌朝の目の開きがとてもよくすっきりします。テクスチャーも伸びがいいおかげもあって、まぶたに負担がかかりにくく、シワ防止にも良さそう。まぶたのむくみが取れると聞いて購入しましたが、まさにそんな感じでした。目の腫れが収まるというか、とにかくすっきりしてパッチリします。張りが出るというか。エリクシールのリフトモイストローション、言わずと知れたエイジングケアの王道。ツヤ玉を手に入れたい人のための薬用化粧水です。浸透処方というだけあって、すぐ肌が吸い込む感じ。乾燥と小じわに悩んでいて、前から気になっていたエリクシールに変えてみて2週間、毛穴がだいぶ締まって潤いもバッチリ。しばらく使い続けてリフトアップまで目指したいです。この化粧水、3000円という高くも安くもない値段の割にめっちゃしっとり。恐るべし資生堂。プチプラとは言わないまでも、詰め替えもあって買いやすいのも何気に助かりました。気にせずバシャバシャ使えるのもありがたい。 BC さんに聞いたんだけど、リニューアル前より浸透力がアップしてるらしい。保湿力もかなり違うとか。何よりメイク中の乾燥が気にならなくなったのが本当にありがたいです。資生堂の美容液、365日、生き生きして潤ってるツヤ肌になれました。肌の水分量が不足しがちな年齢で、どの美容液を使ってもいまいち潤わず、この美容液は塗った日の翌朝の肌から全然違くてびっくりしました。肌の張りがすごい。張りが出たことによってシワも目立ちにくくなったし、乾燥も全然なかった。肌の潤いがずっと持続する感じに感動しました。肌につけた瞬間から細胞すべてが生き返る、まさにそんな感じです。しっとり感と肌の弾力が破格。少しベタつくかなと思いましたが、とろみがあって肌なじみもよく、高いこと以外は最高でした。3週間以上使用しましたが、使用後の肌の柔らかさに感動しました。大体のエイジングケア商品って効果なくないってなるけど、使用後だけじゃなく翌朝以降も使用後の状態を保ってくれました。コーセーのセラムシールド、潤いを閉じ込めてくれるのにベタつかない紙バーム。バームってベタベタするのが苦手で、今まであんまり使うことはなかったんだけど、このバームは肌にぐんぐん吸い込まれていくテクスチャーがすごい。オールインワンっぽく使っただけなのに、ほとんど肌が乾いてない。ライスパワーナンバー11配合なので、根本的な乾燥改善につながることを期待。使用感は軽めなので、肌の蓋としては心もとないかなと思いながらも、バームの後は何もつけずに就寝。起きたらちゃんと潤っていて、普段より肌の調子が良くて驚きました。朝メイクの前のお手入れに使ってみたら、前よりもメイクのノリが良くなった気がする。初めに指で取った時は結構固めだけど、すぐに体温で溶けてすっと馴染みました。シワを改善する有効成分が肌の保水機能も改善するらしい。コスパもいいし、乾燥する時期にリピートしたい。エリクシールのリンクルクリーム、目尻のシワが見てわかるほどふっくらしてびっくり。いつもは他ブランドのアイセラム使ってるけど、試しに夜だけこのアイクリームを使い始めました。3、4日目くらいから目元のシワに入り込んでたファンデの入り込む量が少なくなっていて、ほとんど気にならなくなってた。50代でもスキンケア頑張れそうと思いました。リニューアルの1年くらい前から使っていて、9月にリニューアルしてからも2本目を購入。目尻の深いシワとほうれい線の改善のために使い始めました。結果、目尻のシワはやや薄く、ほうれい線も部分的に目立たなくなった。心なしか毛穴も落ち着いてきたような。年齢的にこれ以上シワを増やしたくないので、これからも使い続けようと思います。いくつもレチノールの商品を試してきたけど、これは敏感肌の私でも肌荒れせずに使えた。ルルルンのパック、レチノールの副作用が少し心配だったけど、今のところ全く問題なし。今まで刺激が出てしまった人も諦めずにもう一度トライしてみてほしい。朝使ってもその後のメイクに影響ないのが個人的には嬉しい。一箱使い切ったあたりで良さそうだったらまたリピートしたい。ちなみに私は主に夜のみ使っていますが、翌朝までもっちりしました。初回発売時から多分10箱以上はリピ買いしてる。もはやお守り的コスメ。私はまだ目立つシワはないのですが、おでこや眉間、
ほうれい線に予防目的で使ってます。乾燥しやすい目や口周りの保湿としても欠かせません。朝にうっすらと出ていたほうれい線が若干薄くなったかも。肌に嬉しい成分がたくさん入っているパックです。老化予防といったらこのパックだろって思ってる。使用感もベタつかずに潤ってくれるので、そういった面でも大満足でした。これは一生使いたい。資生堂のエッセンススキングローファンデーション、仕上がりが毛穴レスで本当に滑らかになりました。夕方にはヨレヨレになっていた目元にこのファンデなら持つかもと思って飛びつきました。塗った瞬間感動。スキンケア成分入りだからかしっとりしていて、ツヤ肌が一日中持続します。伸びがかなり良く、ワンプッシュでもかなり余裕があってコスパもいいという超優秀ファンデです。メイクしてます。感が苦手な私、求めていた仕上がり、とにかくつけ心地が軽くて素肌感が出ます。しっかりめの保湿と下地を塗った後、半プッシュをパフと指でなじませて、最後にパウダーはたいてます。この使い方で毛穴やシミが薄まって肌がパッと明るくなります。メイクも長く持つようになったかも。メーカーさんからいただいたサンプルを2日使ってみて、あまりに良かったので即購入しました。頬だけパウダーをのせずに仕上げると上品なツヤが出て、ハイライトをのせなくてもいいくらい。資生堂の白メラノフォーカス EV、 シミ、そばかす予防にずっと愛用してます。今のところ夜しか使ってないけど、シミが増えてないのはこれのおかげだと思ってます。テクスチャーは乳液より少し固めですが、伸びがいいので2プッシュで十分。しっとりした使用感で刺激は特に感じません。1本目を使い終わって肌がトーンアップした気がする。揺らぎやすい肌の私でも使えるので安心です。夏場や日差しを多く浴びた時用に買いました。去年からずっとリピートしてますが、シミが増えることもなく予防に役立ってくれていると思う。シミを消すというよりは肌の活性化を早めてくれるのかなと感じました。緩めのクリームが少量でもスルスル伸びてくれるので、コスパも悪くないと思いました。リピート買いして継続してたら、少しずつ肌のトーンアップ効果が出てきて感動。友達や BC さんに肌を褒められることが増えたのが嬉しいです。お値段は張るけど、これはやめられなくなりそう。ミノンのアミノモイストエイジングケアアイクリーム、雑誌の付録を使ったのがきっかけで購入。ややこってりしたテクスチャーながら、ぬるぬるというわけでもなくちょうどいい感じ。保湿力のおかげか、ふっくら張りが出てきたような気がします。1日2回使用して60日分というコスパの良さも素晴らしい。スキンケアの蓋として一番最後に使うのが個人的にはおすすめ。朝までしっかり保湿してくれます。5000円以下のアイクリームを探していて、これにたどり着きました。クリームとしてはやや硬いので、点置きした後くるんと優しく伸ばすといい感じです。嫌なベタつきもないし、シワ改善に期待。固めで米粒一つの量でいいので、アイクリームの中ではかなりお値打ちな部類だと思います。使って1週間くらい経ったら目元がふっくらしてきたので、継続して使ってみようかな。目元だけじゃなく眉間やほうれい線にも使えそう。荒れやすい肌質なので、こういった攻めのクリームは本当に助かります。なめらか本舗のリンクルアイクリーム N、 年齢の出やすい目元のケアはこれ一択。ピュアレチノールだけじゃなくビタミン E 誘導体も配合されて、お値段1000円以下はやばい。個人的には小じわが目立たなくなった気がします。レチノールによる刺激もなし。プチプラなので即効性は期待してないけど、自分は他の人より皮膚が薄くて強いレチノールを使いにくいから、これを長く使い続けて予防するくらいでちょうどいいかも。リピートして様子を見たいと思います。乾燥してからするとポロポロが出ることがあるので、使うなら夜のスキンケアにおすすめです。肌ラボの極純薬用ハリ化粧水、ふっくらとしたハリが出て明るいツヤ肌になりました。とろっとしたテクスチャーで保水力も抜群。季節を問わずオールシーズン用として使っています。シワ改善成分のナイアシンアミド入りなのにお安くて、詰め替え用があるところもエコで高ポイント。エイジング用だけどいいって記事見つけて購入。結果安いのにすごく良かった。デパートで肌診断をしたら、キメ、明るさ、水分バランスなど全ての項目が満点でびっくり。
BA さんに褒めてもらえて嬉しかったです。かなりしっとりしてるから肌に馴染むまでは時間かかるけど、毛穴やほうれい線が薄くなった気がする。セザンヌのリンクルホワイトアイクリーム、シワ改善というより乾燥予防として使っています。最初に購入した他ブランドのジェルクリーム、使用感も良くて普通に満足してたんだけど、セザンヌは使用感はもちろん、ナイアシンアミド入りなのにお安いし、リピートするなら断然こっちかな。朝晩使えて、メイク前のスキンケアに使用すると目元が乾燥しにくくなります。容量はやや少ないものの、気軽に購入できるお値段なのも嬉しい。美容系 YouTuber がこぞって押すのも納得です。アイメイクも綺麗に仕上がるし、夕方の目の周りの乾燥が気にならなくなりました。アスタリフトのザセラムリンクルリペア朝用、紫外線をガードしてくれて潤いの持続力も高い。朝のスキンケアの後、目元や口元にさっと塗るだけ。 SPF20PA2+ なのも嬉しいし、とても柔らかくて体温で溶けるようなテクスチャーが気に入って使ってます。スティック型なので持ち歩きにも便利。いつもは目の下が乾燥してコンシーラーをうまくのせられないのですが、これを塗っているとコンシーラー塗っても乾燥しませんでした。出先でのメイク直しに必須アイテムになりました。ハイライト効果もあるので肌がツヤっと明るくなり、小じわも防いでくれるのが最高。カネボウのフェイスクリーム、ファンデーションの上でもすっと伸びて自然なツヤ肌になりました。柔らかな感触で肌に馴染みやすい。 SPF20PA3+ とそこまで UV カット効果は高くないけど、私は主にテレワーク勤務なので外にほぼ出ない時の紫外線対策にはちょうどいいと思いました。田中みな実さんも愛用されてるそうで、朝用クリーム、化粧下地として人気らしい。色はつかないのですが、ほんのりツヤっぽく仕上がって素肌が綺麗に見える感じ。フレッシュフローラルの香りも癒されます。以前に比べてメイクの持ちが良くなったのを実感。お値段はそれなりにしますが、その価値ありです。メラノ CC の酵素洗顔、頑固な小鼻周りの黒い毛穴が綺麗さっぱりなくなりました。もうずっと洗顔料迷子だったので、アットコスメの口コミで人気だったこちらを買ってみたところ、少量でふかふかの泡ができるし、だんだん顔のくすみが取れてきた気がします。これまでにいろいろな洗顔やピーリングを試してきたけど、こんなに綺麗になったのは初めてかも。汚れを落とすタンパク分解酵素の他にピュアビタミン C も配合されてて、潤いは残してくれるのが嬉しい。洗い上がりは少し突っ張るものの、毛穴が小さくなって透明感もアップしました。オルビスのヘアミルク、パサつきや広がり、ツヤ不足などの髪の悩みが解消されました。以前試したクリームタイプのトリートメントはなかなか乾かず、あまり効果を感じられなかったのですが、このヘアミルクは軽いつけ心地なのに明らかに髪がまとまるようになりました。高保水仕様で潤いを逃がさないように髪の表面をコートしてくれるのが冬場は特にありがたい。タオルドライ後、毛先にこのヘアミルクをつけて完全に乾ききる前にオイルをつけてブローすると仕上がりが全然違います。乾燥の時期はずっと使う予定です。ジバンシーのパウダー、人の肌色は単色では表現できない、この言葉に納得して購入しちゃいました。粒子自体も細かく、塗った時の肌なじみと透明感が尋常じゃないくらい良かったです。4色取って肌にのせると色ムラもなく肌を補正してくれました。夜まで化粧崩れもなく、毛穴もしっかりと隠してくれました。ナーズのリフコからこちらに変えましたが、冬でも乾燥しなくて感動した。仕上がりはセミマットな感じで、自然な肌のツヤ感と色味で、元から肌が綺麗な人みたいになりました。ふんわりとトーンアップもしてくれるので、パッと明るい健康的な肌になりました。キャンメイクのシルキーフレアアイズ06番、プチプラですが発色が良く、ラメがキラキラで綺麗です。同系色でまとめられているのでグラデーションが超しやすい。くすみっぽいピンクがおしゃれです。それぞれの色にパールが入っているので透明感が増し、垢抜けた目元になりました。秋冬に使いたい。10番のスイートラブレターも良かったよ。06番より明るいし目元の可愛さが増す。アイシャドウベースを塗ってから塗るとよれも粉飛びもなく、目尻にもたまらなくなった。シルキー感がとてもおしゃれで
他の色味も買っちゃいました。安価なのがありがたい。06番と10番両方持ってます。まさにブルベ夏のために作られたアイシャドウって感じ。キャンメイクの欠点といえば生産終了になりがちなとこですね。なくなる前にストック買ってる。資生堂のインナーグローチークパウダー、10番はマジで可愛すぎました。ハイライトとして使ってもいいくらい強すぎないちょうどいいピンクの発色。顔の角度を変えると青ラメ、青パールを含んでいるのか、キラキラします。使った後の透明感の上がり方にはびっくりさせられました。10番本当に可愛いですよね。自然なツヤが綺麗ってみんなから褒められました。チークをするときにがっつりつけちゃう人にこそ使ってほしい。ツヤツヤで肌が綺麗になった。色白のブルベ夏ですが、肌の血色感が程よく出て顔に立体感が出ました。とても細かな粒子で肌なじみもよく、肌の内側から光っているかのような感覚でした。アディクションのアイシャドウパレット、肌に溶け込み透明感あふれる目元になりました。005番を使っていますが、ピンクブラウンの色味がめちゃくちゃ可愛い。1日塗っていてもくすまず、発色が淡めで左上のラメが程よくキラキラで超可愛い。グラデーションがあんまり得意ではないのですが、綺麗にグラデーションができました。左下のピンクが絶妙な青みピンクで爆漏れしました。パール感が非常に綺麗です。4色をがっつり使ってもうるさくない。程よく透明感が出て垢抜けました。006番もおしゃれな大人っぽい色味で上品でしたよ。左上のオレンジがいい感じにアクセントになって目元が華やかになりました。目元をがっつり強調したいって方にはいまいちかもですが、私はこれを塗った時の儚さが超お気に入りです。マキアージュの化粧下地のラベンダー、テカリもかさつきも両方抑えて毛穴崩れが全然ない下地です。潤い美容液成分が入ってるらしいですが、そのおかげか化粧崩れもない気がします。年をとってくすみが気になりだしましたが、そういった悩みも根こそぎ解消できてかなり良かったです。マキアージュは本当に良かった化粧下地の一員。結構小さめなのでポーチにも入りやすいし、質感も伸びが良くてお気に入りです。手に取って顔にちょんちょんつけた後、スポンジでポンポン伸ばしています。キャンメイクのパーフェクトマルチアイズ、アイシャドウ、アイブロウ、アイライナーとマルチに活躍してくれるパレットです。04のパレットの色は全体的に青みがあり、ブルベ夏にはもってこい。マットな仕上がりでシックで落ち着いた目元になりましたよ。50代でも全然使えました。柔らかい粉質でグラデーションも作りやすく、この価格で5色も入ってる。自分がなりたいって思う目元に変身でき、アイブロウに使うとふんわりした自然な眉になった。高密着なので汗かいても落ちなかったです。ティルティルの化粧下地、ラベンダーを使っています。素肌のような自然な肌をさらに綺麗にしてくれた感じ。テクスチャーはとてもマイルドで、インナードライや乾燥肌の方でも使えるように、スキンケア効果がすごいらしい。実際塗ってみると伸びもいいし、みずみずしいし、カレー肌でも潤い感じられるお肌が続きましたよ。私はミントの方を使っていますが、気になる肌の赤みを補正してくれて一気に白っぽい肌になって満足です。血色感もちょうどよく残ってくれたので自然なお肌に見えます。高密着で全く崩れません。ケイトのリップモンスター、ブルベ夏には05、07、08、12、13がおすすめらしいです。特に13番は思っていたより青みピンクで主張が激しすぎず、血色感のある唇って感じになった。自然な唇になりながらも映えさせてくれるので大満足しました。05番の肌なじみの良さにはびっくりしました。リプモンはやっぱり適度なツヤと塗り心地が最高です。ブラウンっぽい赤なので仕上がりが上品で、私の年齢でも気にせず使えちゃいました。色落ちや発色には全く問題なかったけど、乾燥のしやすさは少し気になりました。店頭でも未だに手に入らないコスメなので、アマゾンでわざわざ仕入れています。イブサンローランの162番、唇に塗るときは引っかかることなくスルスルと引けました。落ちにくいのもそうですが、これを塗るだけで一気に華やかになるというか品が出てきます。全く荒れることもないし、唇はふっくらとするし、
顔がパッと明るくなるような色味でしたよ。アディクションのアイシャドウ002-004-005-012がブルベ夏向きらしいです。目元にのせた瞬間輝き、ラメ自体の主張が強すぎず絶妙な加減です。とにかく綺麗。黒目の下の涙袋にのせるとすっごく可愛いです。クマも目立ちにくくなった。肌なじみもよく落ちにくいので、ずっと使いたいコスメの一員になりました。004番使っていますが、自然な発色で柔らかい印象の目元になりました。可愛いというより上品。がっつりピンクではないので主張が激しくない。色味って大事だなって改めて思いました。012番使っていますが、光がラメに当たるとすっごいキラキラで感動しました。一緒にイルミネーションを見に行った旦那に綺麗って言われて久しぶりに嬉しかった。アピューのジューシーパングロッシー6番のウルツヤ感、透明感が超上がりました。 C ゾーン、 T ゾーン、鼻先、唇の先、鎖骨などに塗布すると主張が強すぎない輝きで自然に立体感が出て漏れました。クリームチークなので肌のしっとり感もあるし、肌なじみも完璧と言っていいくらい良かったです。スックのモイスチャーリップ11番、滑らかなリップでみずみずしく自然な色付きでうっとりします。色持ちも発色も神がかっていて、リップの粒子が細かいのか変に色ムラができることもなかったです。すごく潤ってツヤツヤの色気ある唇になれて大満足です。リップで満足したの人生初。マキアージュの口紅 RS337 番の色味がブルベ夏の私に超合いました。カサカサな唇でも潤いがすごいおかげでしっとりプルプルになりました。一塗りしただけでもいい感じですが、濃い薄いがはっきりするリップなので塗り方によってはいろんな唇になれます。冬でも乾燥が気にならないのが本当にありがたい。ローラメルシエのスティック型アイシャドウ、クレヨンのような柔らかい描き心地で涙袋に使っても映えました。発色がシアー、マット、クロームの3種があるので自分好みに選べます。06番は青みっぽいピンクで目元の透明感が超上がりました。 R4 番のピンクも可愛らしくて良かったです。肌にのせると上品な輝き方をして、塗っただけで大人美人になった感覚です。目の際にも塗りやすかった。ハイライトとしても使っていますが、粉が落ちずとてもいい感じでした。セザンヌのウォーターリップティント、塗った瞬間からプルプルで濡れツヤ感が最高に可愛いです。01番を使っていますが、ナチュラルっぽさが超可愛いし、元からこの色ってくらい自然でした。自然に唇漏れ、ティントなのに潤う点にも大満足です。06番のピンクベージュも冬っぽくて非常に良かったですよ。アラフォー以降には特にこっちの色味おすすめ。濡れツヤ感があって大人っぽい色味なので色気が出るというか、とにかく最高でした。ティントなので色持ちもいいし、この値段だし保湿力も高めなのでいい買い物したなと思ってます。ルルシャルムのアイシャドウ、3種類の質感を楽しめるアイシャドウで、粉の質感も発色も最高でした。左上のキラキラなラメは涙袋につけても可愛かったし、左下の色はベースとしても万能な色味でした。どんなシーンでも対応できちゃうくらいの空張りがあるので、もはやパーソナルカラーとか関係ないかも。発色がとにかく良くて、ラメ、マット、シマーという感じでいろんな質感を試せる点が神すぎた。アイシャドウに挑戦してみたいって方にも良さげな色展開と質感でした。これ一つで完結できちゃう。セザンヌの UV クリアフェイスパウダー、ラベンダーが透明感も増すし白浮きもせずでめっちゃ綺麗でしたよ。付属のパフもいい感じでほんのりトーンアップをしてくれました。塗った後の仕上がりもセミマットで、つける量によっては完全なマットにもなれます。ファンデはしたくないけど毛穴を隠したいって時に使ってます。下地とパウダーでベースを完結。青み系のパウダーにした途端、肌の多少の黄みもなくなってすっごく綺麗になった。時間が経つと粉っぽくなったので、しっかり保湿をしてから使うべきです。マキアージュのドラマティックスタイリングアイズ BR505 番が最高すぎました。グレージュっぽいアイシャドウが好きな方にはぜひおすすめしたいです。思ったより柔らかめの発色でキリッとしすぎないところが良かった。チップも4つを使い分けれる。
立体感のない目元に立体感が生まれ、大人っぽさのない顔が大人っぽくなりました。粉が上質なのか全然色も落ちないし、捨て色もない。ニューヨークナイトもめっちゃ気になる。アディクションのマスカラ、空張りが豊富で自分に合う色を塗ってみたら全然違くてびっくりしました。08番の青を塗ってみたところ、目元の透明感も上がり、どこか儚い目元になりました。青いおかげで白目が綺麗に見えたのか、白目めっちゃ綺麗って言われました。カラーマスカラは目元に抜け感が出るとのことで、気になって購入してみました。思っていたより可愛くて、これからは黒じゃなくてカラーにしようって思いました。安いし他の色も試しちゃおうと思います。ファンケルのエッセンススフレファンデーション01番は黄みもなく、だんだん肌に馴染んで厚塗り感のない綺麗な肌になりました。ツヤ感がありながらも自然で美しい肌で、びっくり、滑らかに伸びてくれるので肌へのダメージも少ないなと感じました。肌が弱い私でもがっつり使えたパウダーでした。乾燥も全然感じなかったので、今期も愛用するつもりです。密着度も高く大満足。セザンヌの UV トーンアップベース、ピンクも白もどっちも良かったです。紫外線機能も最高値で、トーンアップしながら自然なツヤ肌にしてくれて、肌が垢抜けました。ピンクだと血色感もあって、水分たっぷりで密着度も高く、毛穴レスな下地でした。マキアージュのパウダーファンデーション、肌に溶け込んで自然なツヤのある仕上がりになりました。毛穴がすごく隠れるし、一日中崩れを気にすることなく過ごせました。季節を問わず使えるくらい、どの季節にも適しているパウダーファンデでした。パサパサ乾燥も全然ない。時間が経つとうっすらツヤが出てきて、後からどんどん綺麗になっていく感じに感動しました。変な匂いもないし、結構カバー力あるファンデなのに乾燥もなかったです。実は5年以上リピしてる。セザンヌのパールグローハイライトがボビーブラウンのハイライトに似てる。ボビーブラウンのハイライトは粉質が固めです。そのおかげもあり、小じわにたまって汚くならずキラキラで気に入っていました。セザンヌは粉質は柔らかめなので似ていませんが、粒子が細かいおかげでキラキラ感がすごいです。肌に馴染み、粉っぽさもなく上品な質感に大満足しました。粉っぽさの指摘が多いですが、手の甲にのせてからつけるのがおすすめ。セザンヌのウルフワ仕上げパウダーとコスメデコルテのフェイスパウダー、ほぼ違いがないのでは。セザンヌの方が粒子が細かくてキメが細かくなる感じがします。脂性肌なのでテカリを防止してくれる機能はいまいちでしたが、それ以外は優秀すぎました。脂性肌じゃない人は大満足するコスメだと思います。質感はめっちゃ良かったですが、付属のパフがいまいちでした。より綺麗にのせるなら別にいいパフを購入すべき。何買っても外れなしのコスデコの中でもパウダーが群を抜いて好きだわ。使用感が神。ロレアルパリのファンデーションがランコムのファンデに激似でビビった。紫外線対策ではランコムの方が断然上なんだけど、薄付きでもカバー力がしっかりしている点が同じ。どちらもセミマットな仕上がりなので、ツヤ肌好きにはおすすめしませんが、マット派には推したいコスメです。どっちも保湿力というよりかは皮脂を吸着してくれるというか、テカらないというか、乾燥しやすいというか、脂性肌の人とか夏場でドロドロになるのが悩みみたいな人にはいいかもです。自分は仕事柄汗をかきやすく、こちらにしてからファンデが崩れにくくびっくりしました。安いのでリピもしやすい。メイベリンとイブサンローランのハイライトが激似すぎたので乗り換えました。スティックタイプと出会う前は肌に悪そう、クレヨンみたいに変な乗り方になりそうと思っていましたが、全然そんなことなく、むしろ塗りやすいし、すぐ細かいパウダーになってくれます。私はメイベリンからデパコスのハイライトが試してみたくて、イブサンローランを購入しました。イブサンローランは肌に直塗りだと細かいラメがチラチラと光ります。ブラシなどでぼかすとより一層肌に馴染み、自然に骨格のある人になれます。特に鼻はつける量をミスると変に目立つので注意です。スティックタイプのハイライトもノーズシャドウもスティックタイプがめっちゃメイクしやすくて好きになった。ロム&のチークがまんまディオールだって教えてもらって最近購入しました。ロム&は偏光パールめっちゃ綺麗で、加工アプリ買ってくらい漏れます。
暗い部屋でもしっかり鼻が高く見えるからマジで助かってる。有益すぎる情報ありがとう。私はちまちまディオールの03番パールグローをハイライトとして使ってたんだけど、02番ピンクグローを買うか迷ってたからロム&で代用しようと思います。ロム&いいですよね。ティントリップは唇の皮むけて底がつく前に使用をやめましたが、チークはマジで正解だった。ティルティルとディオールのコンシーラーは本当に近かったです。久々に感動するコスメに出会いました。ディオールより断然こっちだった。スティックタイプとチップタイプの2つが合わさってます。スティックは固めですが、肌にのせると予想以上に滑らかに伸びます。薄くついてもカバー力があり、眉や唇の輪郭を整える用としても使えました。チップタイプは小さめのチップなので、小さいシミやそばかすをピンポイントで隠せます。私もティルティルに乗り換えたけど、一つ残念だったのが空張りが2色しかないことかな。これだけカバー力もあって使い勝手もいいコスメなかなかないから、空張りが豊富だったらもっと良かったかも。ディオールは一番明るい白色を使った小田切ヒロ様のメイクが神すぎて買いました。顔に立体感が出てシワも消え、マジで若返ったのでおすすめです。エクセルのスキニーリッチシャドウとルナソルのスキンモデリングアイズ、01番が激似でしたよ。ルナソルの方は国民的美女である北川景子さんが愛用しているらしいです。まず配色は見てわかる通りほぼ同じです。ルナソルはラメ感が強めで目元が華やかになるのに対し、エクセルはラメ感が控えめで落ち着いた印象になります。違いはラメの強さだけかな。エクセルはとにかく質がいいですよね。01番はイエベに合う色らしく買ってみましたが、色味も最高でキラキラしすぎないしマットにもなりすぎないっていうちょうどいいラインで収まりました。セザンヌと3のクリームチーク。3のチークは肌にツヤができてもテカってるって感じではなく、油っこくないヘルシーな仕上がりになります。表面が光るというよりかは内側から光が出てる感じです。これを使用すればハイライトはいらないかな。アイシャドウとしても使えるし、血色感の出るハイライトとしても使える。わかる、激似ですよね。安いしセザンヌ買ってみるかと思って買ってみたら、プニプニ感から似てた。プニプニしてるけどしっかりと密着してキラキラと発色してくれます。3と同様自然な光り方をするので塗ってる感もなく上品な仕上がりでした。これでプチプラなのはありえない。クリームチークは指で押すと元に戻らなくなるから注意。かなりなえる。パラドゥとカバーマークのミルククレンジング。パラドゥはコンビニでも買えるから出先で忘れた時に買いやすい。成分が全くと言ってもいいほど同じです。両方使ったことありますが、テクスチャーも香りもほぼ同じ。唯一違うなぁと思った点は汚れの落ちやすさ。やっぱりどうしてもカバーマークの方が綺麗に落ちる。個人的にはパラドゥの方が水っぽさを感じたかな。でも保湿力もしっかりあった。どっちのクレンジングも濡れた手で使えるし、松エクも OK だから助かる。ミルククレンジングはお肌に優しいから敏感肌の私にとっては救世主だわ。メイクも濃くないし。ミノンの UV 化粧下地とクレドの化粧下地、これなかなかいい線いってると思う。ミノンの方が紫外線対策も優れていて低刺激ですが、同じくらいカバー力があり乾燥皮脂崩れにも強い。かなり白いのでがっつりトーンアップされ、白を伸ばすのにちょっと苦労はするかも。ミノンはお肌に優しくて大容量で、それでいてこの質と値段なのでずっとリピートしてる。季節問わず使えちゃうところが超好き。伸び悪いって意見も見られるけど、私は普通だったな。テクスチャーは乳液っぽいけどサラサラしていて、保湿される感が超好み。クレドに比べたら劣る部分もあるけど、正直この値段差でクレドが負けちゃったらそれはそれで困るよ。クレドの下地は本当に神だよね。悪いところを探しても見つからない下地ってあるんだって思った。個人的にはコスデコの下地の方が好きだから、コスデコに似てるプチプラあったらマジで嬉しい。無印良品のリップエッセンスとディオールのマキシマイザー、マジで似すぎててさすがにビビった。指原莉乃さんおすすめとか買うしかないのよね。ディオールのマキシマイザーってヒリヒリして、唇が弱い人は皮ががっつりむけたり荒れたりするみたいですが、無印のこれは荒れることがない。ただただ保湿力が噛みすぎて、夜に塗って寝ると翌朝の唇がふっくらです。
乾燥しやすいリップティントの前に塗ったりすると全然乾燥しなくなる。ベタつきが気になるって人もいるみたいですが、このベタベタのおかげで保湿されているのかなと。無印良品に行った際はぜひ買ってみてほしいです。なめらか本舗のオールインワンジェル、アクセーヌのお高いジェルに似てました。どちらも保湿力を売りにしているジェルですが、なめらか本舗の安さと質にはびっくりしました。価格がアクセーヌの9分の1くらいなのに、もっちりプリン肌かつベタつかなかった。アクセーヌの化粧水は良かったけど、個人的にこのジェルは保湿力不足だなぁと感じました。その一方で、なめらか本舗のジェルはオールインワンでありながらもしっかりと保湿力がありました。がっつり使いたい派なので、この価格帯はコスパ最強すぎた。キャンメイクのシルキーフレアアイズ03番とトムフォードのサスピション、違う点は0が2つ分違うのと、色味は似ているけど、これもはどうしてもトムフォードが空の上すぎた。トムフォードは色を取るときに硬くてびっくりしました。指で取って塗るのが最適かな。オレンジメイクをしたい人にどちらも最適ですね。特にイエベの方には推したい。色味が合うかわからないって人は、一回色味だけをプチプラで試してみて、いいなぁと思ったらデパコスを買うみたいな流れでもいいかもしれませんね。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーとエレガンスのパウダー、正直粒子の粗さ加減とかはエレガンスが格上だけど、この値段なら妥協できるなって思いました。キャンメイクは少し重めにカバーされる感じ、さすがに値段的にも完全に一致かと言われたら無理はありますが、あくまでもエレガンスの介護感として使うと満足感高めです。似てるってめっちゃ話題ですよね。エレガンスのパウダーを使った時の肌の仕上がりがサラサラで大好き。どのコスメでも値段に見合った満足感が得られるなら、いくら高くても結局いいよね。リンメルのリップ56番とシャネルのルージュココフラッシュ04番、色味がマジで似てます。オイルのリップティントってこともあり、リンメルの方がツヤ感が出ました。しかもそのツヤがめっちゃ可愛くて乾燥もせずティントで落ちにくかった。リンメル他の色味も魅力的な色ばっかりですよね。ツヤ感のあるティント欲しくて買ったら大正解だったわ。シャネルは色持ちがあんまりって人が多い印象です。値段的にも私はリンメル一択かな。エクセルのアイプランナー、ベッドサイドとスックのトーンタッチアイズ、桃しずくはマジで似てた。色味はエクセルが赤強めで、スックはピンクベージュ強め。エクセルはマット感強めで、スックは弱めでした。マジで見た目の色は似てて、塗った時の質感もそのまんま、粉質も似てるんだけど多少の違いはありました。私も最近似てるって知ってエクセル買いました。エクセルはブルベに特に合いそうな色味だった。粉飛びもなくてしっとりした質感でなかなか落ちず、仕上がりが綺麗なのでめっちゃ使ってます。安くても質が良ければマジでいいよね。プチプラって逆に考え抜いて作った感があって好きです。アピューのジューシーパンスキンケアプライマーとジバンシーのパウダー、蓋開けた時の見た目も似てるんだけど、紫外線対策の機能はアピューの方が強いです。アピューはトーンアップはあんまりだったけど、毛穴レスなお肌にはなった。乾燥もせず綺麗に仕上がり、この値段なので助かってます。ジバンシーのパウダーめっちゃ好きなんだよな。タッチアップしてもらって良すぎて即買ったんだけど、白とピンクのパウダーががっつりくすみを飛ばして血色感もある肌になったよ。さすがに感動した。ジバンシーいいですよね。最近買ったコスメなのに一番のお気に入りになったわ。これからもお世話になりそう。クリオのアイパレットミニ02番とトムフォードのアイカラーゴード030番、見た目からして似てるなーって。安かったしクリオのパレット買ったんですが、質感は劣るものの色味とかは激に深みのあるピンクとブラウンが大人っぽいのに可愛くて気に入ってます。クリオいいですよね。色の数はトムフォードよりも多いですが、捨て色がなく必要なカラーがギュッと詰まった感じ。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利ですし、トムフォードに手が伸びにくい人は疑似体験できそう。コスメデコルテのクリームアイシャドウ、小田切ヒロさんの YouTube を見てすぐ買っちゃいました。アイシャドウといえば粉だと思いますが、こちらはムースみたいなクリーム系のアイシャドウです。正直こんなクリームで大丈夫と思いましたが、通常のアイシャドウよりも簡単に塗れ綺麗に仕上げられました。私もヒロさん見て買っちゃったよ。ラメ、発色、塗り心地、ツヤ感、
クリームの持ちすべてが最高でした。薄く伸びてくれるので厚塗り感もなく、さっと塗るだけで上品なまぶたになりました。忙しい朝にもってこいだな。真夏に大汗かいたら落ちましたが、アイシャドウベースを塗った後に塗ったら夜まで綺麗。人生ナンバーワンアイシャドウ、クレドのルースパウダー使っています。旧製品のリニューアル品ってこともあって、かなり出来がいいパウダーです。50歳の私のお肌を見違えるほど綺麗にしてくれました。とても細かい粒子なので本当についてるってなります。サラサラしていて厚塗り感なく綺麗な素肌に仕上がりました。ファンデを塗ってこのパウダーをするとマスクに映ったりよれたりもせず、特に落ちやすい小鼻周辺も落ちることなく綺麗に保ってくれました。ファンデだけではカバーできないようなお肌の凹凸を隠してくれて、綺麗で滑らかな肌になります。高いけどリピートしたいコスメになりました。何買っても思うけど、クレドにハズレはないのよ。迷ったらクレドにしておけばいい。これ鉄則だから。チークはセザンヌ。まずおしゃれな色味でこの値段550円。使ってみた感じも値段の割には最高。しっとりした粉で粉飛びすることもなく、色が濃すぎないので肌によくなじみました。シナモンブラウンを使っていますが、上品な色でこなれた大人感がすごい。おしゃれ上級者。パッと見デパコスにありそうな見た目ですよね。使い心地も良さそうだったので私も買いました。コスメデコルテの下地でコスメへの価値観変わったよ。高くても質のいいものを買うべきだよ。今まで使ってた安い下地はすぐ落ちたり伸びが悪かったり持ちが悪かったりしたけど、そういう欠点が根こそぎなくなりました。少量でも顔全体をしっかり塗れる。夜まで崩れない。潤いがなさすぎる私の肌でも保湿効果がしっかりしている下地だから潤い保てた。感動。カバー力もしっかりあってファンデは必要ない。ファンデを買わなくてもいいって思うとコスパもいいかも。普段はこの下地にパウダーで完成させています。肌が綺麗って言われること多くなったよ。ケイトのアイブロウが私の中で一番。ペンシルやペンシル型のパウダーを使っていましたが、評判が良かったこちらを購入してみました。粉なので落ちやすそうなイメージがありましたが、全然違う。このアイブロウ持ちもいいよね。小さい鏡もついているからここぞという時に便利だったり、カラバリも豊富なので髪の色変えた時にも使いやすいです。目頭、眉尻、真ん中で濃さの調節をしなければいけませんが、パウダーなのでめっちゃ調節がしやすく、自然で粉落ちしない素敵な眉毛ができました。塗ってる感のないナチュラル眉って素敵ですよね。ファンデはカネボを使ってます。いつもは手で伸ばした後にスポンジでポンポンしますが、やらなくてもいいくらい。毛穴もカバーし厚塗り感もない。少量でここまでカバーできるファンデが初めてだったのでびっくりです。美容液みたいなテクスチャーで伸びがとにかくいいです。塗った瞬間からツヤ感ある綺麗な素肌になります。厚塗り感ないのにカバー力あってすごいです。疲れ切ったボロ肌でもふっくら潤った肌になります。アテニアのクレンジングにしてから小鼻の黒ずみ減りました。ダブル洗顔不要で濡れた手でも使えます。クレンジング後のしっかり落ちた感じが気持ちよかったです。汚れだけが落ち、突っ張る感じも特になかった。質感も香りもめっちゃ好みです。洗い上がりはさっぱりしていて、角栓も落ちている感覚があります。オイルクレンジングは洗浄力高くて高速でメイク落としてくれるから、長時間オイルクレンジングするのは良くないよ。肌に必要な成分まで落として肌荒れの原因にもなるから、そこはちゃんと気をつけてね。エリクシールのローションタイプの化粧水、特にこれからの季節本当にみんなにおすすめしたい。潤いが皆無でパサパサしたお肌ですが、去年の冬に使ってもっちり肌になって来年も使うぞと心に決めました。トロッとしていますがベタつかず、すぐに肌に馴染んでくれます。浸透が早い化粧水って気持ちがいい。クリーム使わなくなりました。お肌がもちもちになり保湿の持続も長めでよかった。化粧のノリが悪く張りもないカレー肌でしたが、乾燥知らずのもっちり肌になって嬉しいです。いろんなメーカーの化粧水試してきたけど、とにかく保湿力が比べ物にならないくらい良かった。高いのに爆売れしてるコスデコの美容液、正直手が出ないし失敗したら嫌なので皆さんの意見教えてください。これほんと高いですよね。手が出ないの分かります。
最近買いましたが、数年ぶりのホームランコスメでした。乾燥がかなりひどく、すぐ肌が荒れていましたが、肌に水分を保ってくれるのか全くなくなりました。つけた直後限定ではなく、翌朝の肌の調子までもいい。顔洗った時のしっとり感が心地よすぎるよ。低刺激だから肌のバリア弱ってる時とかにも安心して使える。乾燥で白くなったりがなくなったよ。洗顔はカネボウ。泡立ちがめっちゃ良くて、汚れとか角質を吸着しながら落としてくれる。洗顔後はピカピカになりすぎて乾燥しちゃうから、すぐに化粧水塗るべきです。特に小鼻の角栓が気になって、ピンセットで抜いたり毛穴パックして絶望的な肌になりやがったんだけど、こちらに入っているお肌に優しい崩壊性スクラブのおかげか、気になってた黒ずみ汚れが控えめになりました。めっちゃツルツルした肌になりましたし、スクラブが入っているので心配でしたが、肌荒れすることもなかったです。崩壊性スクラブってだけで安心感違うよね。ゴシゴシじゃなくて優しく撫でるように洗うのがベスト。最近クレドのアイシャドウ12番パープルを購入しました。開けた瞬間のバラの香りが最高。粉質がいいのか、ぴったりと密着してくれ、ラメは細かくツヤツヤしてて美しい。紫は透明感がかなり出ました。真夏でも全く落ちず、クレドは裏切らないなと思いました。私は土定番の一番使ってます。ブルベ、イエベ問わず使えます。グレー感のあるブラウンで、しっかり塗るとクールでできる女な感じ。薄く塗ると上品でキラッとした仕上がりになります。塗り方で濃淡がつくのがめっちゃいいです。粉質が良くて粉飛びゼロだし、馴染みます。しかもこのアイシャドウは保湿成分がある粉なので、塗ってる時の方がまぶたにいいらしい。ベースメイクの最後に香精のパウダーで整えてます。とにかく軽いつけ心地で、皮脂を吸着してくれるパウダーなので、汗にも強かった。脂性肌の人に向いてるかもです。メイクキープパウダーといえばこれですよね。マットな仕上がりでサラサラ肌になりました。白浮きすることもないし、テカリやすい私にはとても合うパウダーでした。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利ですよね。全然崩れなくて一年中使ってます。マスカラはセザンヌを愛用しています。今の時代マスカラはコーム型に限りますね。下のまぶたにつかないし、キープ力もいい。この値段でこの質は本当にすごいなと思います。ブラウン使ってます。コームタイプは人生初でしたが、ブラシと比べて液がドバッとつくことがないです。セパレートで綺麗なカールまつげになりました。耐久性がめっちゃある。どのマスカラ買ってもいまいちだったんですよね。コーム型買ってみようかな。エトボスの化粧下地ずっと使ってます。保湿力もあり、カバー力が神です。ボコボコで黒ずみが目立つ肌ですが、肌にしっかり馴染み、ツヤ感も出て若返った気分になれます。高めな下地ですが、ついに買ってしまいました。まずいい香りすぎて、メイクが楽しいです。自然にトーンアップしてくれていい感じです。ただ個人的にカバー力はそこまでないかなと思いました。ノーファンデ派の人にはおすすめしません。最近思い切って眉マスカラ買ってみました。眉毛の色を自然に簡単に変えられるのが超便利でした。眉マスカラを塗るだけで垢抜けた眉になり、脱色の必要性もないくらいの仕上がりになります。6番のピンクブラウンを使っています。黒髪ですが全然浮かず、ピンクのアイシャドウと統一感が出ます。濃すぎる眉毛がコンプレックスだったので、こちらを買いました。今では自分の眉毛が好きになれてます。切って薄くするのが嫌だったので、とてもいい買い物になりました。色落ちもせず助かります。100均のから資生堂のカーラーに変えたら、まつげが変わりすぎて衝撃が走りました。ビューラー1個でこんなに変わるってくらい変わります。一度で全部拾い、軽く挟んで押し込むだけでしっかり上げてくれました。定期的にゴムを変えないと意味ないので、ちゃんと変えましょう。個人的に一番扱いやすいカーラーだと思います。一重ですが、まぶたにしっかりフィットし、根元からしっかり上がります。私は何回かに分けていますが、まつげパーマ並みに綺麗になりましたよ。コスメデコルテのフェイスクリーム使い始めてからプリップリになりました。しっかりハリが出て、使うたびに綺麗な肌になった気がします。翌朝の肌の調子が格段に上がりました。最近寝不足と疲れで肌がひどくなっており、寝不足でもという言葉に惹かれて購入しました。徐々に効いてくるというわけではなく、使ってすぐにはっきり出ました。
カレー肌にもってこいです。不安定すぎる肌状態でしたが、バランスのいい肌質になった気がします。翌朝でもしっとりしています。オルビスのヘアミルク使ってからパサついて潤いのない髪の毛から解放されました。お風呂の後に毎日使っていますが、安価な値段なのでリピ買いできて助かります。年を取ると髪の毛の老化が特に目立つと思いますが、内側から保湿してくれるのでめっちゃまとまる。ドライヤー前の濡れた髪になじませておくことで髪の毛の痛みも防げるのでおすすめです。オイルよりミルクの方が内側を保湿してくれますからね。ミルクなので重くなることもなくいい感じです。パサついた髪がどんどん改善されていってびっくりしました。無香料なのもいいです。私の塗り方の問題なのかもしれませんが、ハイライトを塗ると鼻がケバケバしてめっちゃ困っていました。ガルちゃんでおすすめされたクレドのハイライトを使ってみたところ、肌に馴染んで綺麗にツヤが出ました。私もセザンヌのハイライトからこちらに乗り換えましたが、馴染み方が格段に違いました。細かいラメが上品で顔に立体感も出ますし、透明感が上がったのか肌が綺麗と褒められるように。筆からして違いますよね。ハイライトはすぐなくなるわけでもないので、高いの買ってもなんかいい気がする。マキアージュの下地を最近買いました。評価通りしっかりカバーしてくれたので、ファンデなしになりました。日焼け対策もこれ1本で十分ですし、伸びもよく薄塗りでもしっかり決めてくれます。化粧が崩れないって素晴らしい。下地がゴミだといくらその後のコスメが良くても全部台無しだもんね。ワントーン上げてくれるので、ずっと気になっていたくすみもなくなりました。毛穴落ちもせず一日中綺麗です。 T ゾーンが特にテカりやすかったのですが、皮脂を抑えてくれるので崩れなかった。一年中使えるとのことで買ってみましたが、まさかのガチだったので驚きました。汗をかいたり皮脂がひどい時はサラサラとした質感になり、乾燥してパサついた時は保湿効果で防いでくれる。その時の環境に合わせて柔軟に変化してくれるパウダーが配合されているので、ずっと綺麗、崩れなかった。長い間自分に合った化粧下地を探していますが、どれも崩れやすくカバー力がないので失敗続きです。あなたの肌質と化粧の仕上がりが最高だった化粧下地を教えてほしいです。乾燥肌です。クレドの下地、私は同ブランドのファンデと併用して使っていますが、正直これだけでいいのではってくらい綺麗に仕上がります。クリームっぽいテクスチャーでムラなく馴染んでセミツヤ肌になる。ワントーン明るい肌になります。私もこれ、しっとりするし一日中乾燥しない。ファンデーションのノリもいいです。しっとりしているので夏場はおすすめしません。乾燥する冬の季節にもってこいです。脂性肌です。夕方にはテカテカになります。油っこい肌の人はやめた方がいいかも。でも脂性肌の私ですら感心。崩れ方が綺麗、高評価なだけあります。これほんとすごいですよね。お肌ツルピカマシュマロ肌になる。普通肌、コスメデコルテの下地使ってます。肌の表面が滑らか、毛穴が消える。綺麗にトーンアップもしてくれます。テクスチャーはベタつきがなく、程よくしっとり滑らか。だからどんな肌タイプの人も満足できる使い心地だと思いました。乾燥肌です。オフィスメイク、これ1本で完成。カバー力あって自然なトーンアップをしてくれます。SPF、PA ともに最大なので、顔の日焼け対策もこれ1本でできます。保湿力もしっかり。小鼻の横が乾燥しやすいっていう悩みも解消されました。これ1本でベースメイクを仕上げられる。カラバリも豊富でいい感じ。これ、本当にプチプラって疑うくらいの代物。混合肌で常に不安定な肌質ですが、伸びがよく刺激もないので安心。1年を通してこちらを使用しています。カバー力という点では残念でしたが、普段はこの下地とパウダーで仕上げてます。普段使いなら安くて低刺激なものがいいですよね。この値段でこの質なら大満足です。乾燥肌でマキアージュの下地使ってますがめっちゃいい。ミント、ラベンダーの2色を試しましたが、赤みが気になるならミントで、トーンアップしたいならラベンダー。トーンアップに関しては白すぎず程よくしてくれるので、首との差が目立たないです。シミシワがまっさら。乾燥、
崩れを防ぐために BB やコンシーラーを厚塗りしていました。ですが、これを塗り始めてからは薄くても決まる。崩れもなくてめっちゃいい感じ。脂性肌でしかも毛穴ぽっかり。自分に合う下地はないと思っていましたが、やっと見つけた。潤い美容液が入ってて、ベースメイクしてるのにスキンケアができちゃうのがすごい。夏だと汗などでどうしても落ちますが、長時間しっかりキープしてくれます。毛穴落ちがない。軽いつけ心地で日焼け止め効果も高い。美容成分たっぷり。毛穴がなくなってトーンアップもしてくれる。年齢的にもくすみが気になっていましたが、くすみもなくしてくれる。美容成分のおかげかな。肌も乾燥しない。エクセルってアイシャドウのイメージだったけど、下地もいい感じなのか。やっぱりセザンヌのこれ。破格の値段でこの質はガチで何なのってなる。高い下地もかなり試したけど、結局これに戻した。値段の割に崩れにくいし、皮脂やテカリも防いでくれる。脂性肌向きだと思う。乾燥肌の方はやめた方がいいかもです。貴重な油を吸収しちゃうからパサッとしちゃいます。これ日焼け防ぎたい人はそんなに期待しない方がいいかも。同じ価格帯の下地でしたらこっちの方がおすすめ。私自身敏感肌ですが、パラペン、アルコール、紫外線吸収剤フリーなので全然気にならない。確かに低刺激でも、カレー肌の私にとってはイマイチでした。シワがどうしても隠れない。ですが使った感じかなりトーンアップしてくれました。安くて低刺激で日焼け対策がバッチリな下地を探している方に合うと思います。欠点がなくコスパが最強すぎる。やっと変えた。肌の透明感が欲しい人は試してみるべきです。カラーはブルーを購入しましたが、めちゃくちゃトーンアップしてくれます。圧倒的色白になれた。私の中ではナンバーワン下地です。肌への馴染みやメイクの仕上がりが最高。赤みが気になるところ、透明感を出したいところに塗っています。テクスチャーがとても緩くて塗る前は心配でした。期待を裏切った。ちゃんと補正をしてくれて、よれもほぼ感じませんでした。夜までくすまず透明感あふれる綺麗な肌になった。保湿力がとにかくすごいので、今年の秋冬もこれ使う。6種の色展開があるランコムの下地を使っています。私はツヤ感のある肌になりたいのでクリアにしました。自分がなりたい肌に合わせて選べる点も含めいい。 SPF50 なのに乾燥しない。香りもよく塗り心地も良いので楽しく化粧ができています。私自身かなりの敏感肌ですが、トラブルを起こしたこともありません。高いけど買いかな。他のには戻れない。個人的にはテクスチャーが少し重めに感じました。伸びはかなり良かったです。乾燥肌です。くすみや毛穴が気になるのでこちらを買ってみました。結果は大正解。ボコボコしていた毛穴をツヤっぽくカバーしてくれ、血色も出ていい感じ。ツヤっぽいから脂性肌の人は NG かも。ヒアルロン酸とかの美容成分があるおかげでメイク中も乾燥感じない。 SPF50+PA3+ という噛みすぎる日焼け止め機能もまで、値段的にもほんと助かる。安くて UV 機能ある下地探してた。これは買うしかないわ。知れてよかった。混合肌です。特に夏場は肌に油田が出来上がっていましたが、綺麗に油を抑えてくれてリピ確定です。多少の皮脂はありますが、油取り紙で元通りですし、毛穴浮きはないです。カラバリ豊富で、私はフレンチブルー使ってます。ワントーンアップで自然に上げてくれます。ジグロで年中オイリーな私、パープルが手放せなくなりました。コスパもいいので助かってます。ちなみに指で塗っている方いるかもですが、下地をスポンジで塗ると余分な油を取り除いてくれるのでいいですよ。鋭いところで小鼻の周りもしっかり塗れるのでいい感じ。試したことない方はぜひ。普通肌ですが、こんなにもちもち肌になる下地は初めてです。自然でカバー力があります。肌も乾燥せずツル肌な表面に仕上がります。少量でも伸びがめちゃいい。買ってよかった。伸びやすく白いジェル、めっちゃ塗りやすいです。サラサラしていて軽いテクスチャーなので、汗かいても不快感はないです。きしんだりベタついたり、白浮きもない高クオリティ。下地効果のせいかもですが、石鹸落ちが悪いなって思いました。使う際はしっかり落としましょう。敏感肌ですが、
アルコールのせいかちょっと赤み出たことあります。個人的には夏場はおすすめしません。汗やすれで落ちて塗り直しが面倒でした。コスパ面は神。冬にでも。TWICE 専属のメイクアップアーティストの先生がプロデュースしたことで有名になったこれ。よく馴染んで毛穴のデコボコがなくなる。トーンアップもする。かなり高評価っぽいですが、乾燥肌な私は毛穴詰まって肌荒れしてしまった。ただトーンアップはすごいです。だから塗りすぎ注意。テクスチャーは固めだけど伸びます。ファンで塗るなら少なめで。敏感肌、混合肌です。合わない下地を使うとすぐに肌荒れして悩んでいましたが、即解決しました。テクスチャーは滑らかですが、ファンデーションのノリがとてもいいです。乾燥肌ですが、保湿力もあって何にでも合わせやすい下地だなぁと思いました。少々値段はしますが、普段用と大事な時用で分けてるので、夕方までしっかり綺麗に決まります。小田切ひろさんも秋冬でおすすめしてたこれ。 RMK の下地、毛穴をがっつり埋めるというよりかは、毛穴の凹凸をなくして滑らかに見せてくれるって感じ。みかん肌だとしても毛穴の影をぼかしてくれるから、一気に陶器肌になれるよ。埋めるわけじゃないから毛穴落ちも一切ない。脂性肌です。使用感が抜群。保湿感がある。キシキシ感や嫌な匂いもない。伸びがいい。全然重くなく、まるで美容クリームを塗っている感覚。少量でもしっかりカバーしてくれていい感じです。乾燥肌です。高 SPF と思えない。美容液のように潤う伸びやすいテクスチャーでした。ただ私の肌ですとカバー力は感じられませんでした。クマシミ持ちはファンで、コンシーラー必須です。しかし仕上がりが綺麗。夕方鏡で確認した時はツヤっぽい美肌にびっくりしました。流行る理由がわかります。ポール&ジョーの下地使ってます。美容に詳しい友達曰く、どの肌にも合うそうです。実際に使ってみた感じは、日焼け機能が最高値なのに潤いよく伸び、ベタつきを感じません。王道ですよね。脂性肌の私もこれ使ってます。毛穴をしっかりカバーしてくれるのに。夏場でも使用しましたが、汗や皮脂で崩れることが減り、買って大正解でした。愛用します。めっちゃ自然にトーンアップしてくれるよね。私もこれ好きです。初めて使った時伸びにびっくりしました。伸ばしにくい小鼻周辺や目の際もストレスなく綺麗に伸ばせた。程よいツヤ感の肌になり、自然にトーンアップもしてくれます。カバー力もいい感じ。普通肌です。この下地だけでもいいくらい。トーンアップして肌のアラを隠してくれるので、時間が経っても美肌を保てます。塗った後もベタつかずサラッとしています。マジで買ってよかった。ミントの方使ってますが、肌の赤みを段違いに抑えてくれました。リピート確定です。小顔下地という売り文句引かれて購入してみましたが、確かにでした。影のメリハリがしっかり出てくれるので、平たい顔ではなくなりました。そしてツヤ感のある肌になり、かなり上品なベースにしてくれました。保湿力もいい感じで秋冬向きかな。乾燥肌60代女です。毛穴の開きが控えめになり、凹凸がない、ツヤ感ある陶器肌になれました。ただ夏はテカってるなーって思われるかも。夏以外での使用がおすすめです。ドラスと言ったら売り切れだったわ。ほんといつ買えるんだろう。欲しいよ。混合肌です。 &B の下地おすすめです。テクスチャー固めと言われがちですが、よく伸びます。重ね塗りしても色が濃くなりませんし、すっと肌に馴染んでくれます。ただカバー力はそこまででもなく、ナチュラルメイクに仕上がります。石鹸で綺麗に落ちてくれるので、普段使い用にしました。お肌に優しくて良さげ。伸びがいい。スポンジを使わなくても問題なく使用でき、水のように滑らかなテクスチャーです。超乾燥肌です。乾燥さん名前からして乾燥肌向けなのかなと思い購入。今では愛用する一品です。保湿力を売りにしている下地をかなりの量試しましたが、時間が経つとどれも乾燥。しかしこれだけは一日中潤いをキープしてくれています。ふっくらツヤ肌にやっと慣れました。混合肌です。テカリと乾燥を防いでくれる下地を探していましたが、これ一本で皮脂が出てテカる額も、
かさつく方も綺麗に仕上げられます。カバー力もいい感じだったので、ノーファンデで終わらせてます。これマジで万能ですよね。私もノーファンデで下地これにしてます。めっちゃいい感じです。潤い系の下地を探しており、これを買ってみました。日本製なのにめっちゃ安く、伸びがいいです。すぐに密着しムラにもなりません。少しペタペタしますが、ベタベタはせず、もちっとしっとり感があります。ツヤパール感があり上品ですね。みずみずしいので伸びがよく、透明感も出ます。長時間メイクをしても乾燥しません。スキンケア効果がありいい感じです。敏感肌の私でも荒れずに保ててます。会社の出勤用で使ってます。滑らかでみずみずしいテクスチャーです。伸びがいい。しっとりするのにベタつかず、いい感じにトーンアップします。室内で普段使い用です。私もこれです。お肌がトーンアップして明るくなります。自然な明るいお肌になりました。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの有益トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。